この入り口すぐのところに水槽がなんとあります。ここにカニはいない、何にもいない。え、何にもいないけど稼働してる、どういうこと？三上奈美のベトナムランプへようこそ。本日はホーチミン10区までやってきました。はい、今日はですね、だいぶ前にバンカンで食べた動画紹介したと思って、あのお店もめっちゃ美味しかったんですけど、なんか Google マップをいろいろ見てて、なんかまたなんか映えそうで美味しそうなバンカンゲーのお店を見つけたのでやってきてみました。それではいっちゃおしんちょー、バンカンゲーむいおっさん、三上奈美のベトナムランポ。ででーん、メニュー紹介。はい、まあ、バンカンゲーのゲーは、まあ、カニの種類ですね。はい、でカニ以外のイカとかシャコとかのやつもあるんですが、まあ、やっぱり今日はカニを食べに来たのでカニ選びたいと思います。でこのサイズ 100g から一番大きいのだと 270g まで、これ多分カニの大きさだと思うんですけど、があって、どうせだったら一番ちっちゃいのと大きいのがどのぐらいサイズの差があるのかなっていうのを見比べたいなと思ったんですが、まさかのこの130、140、150グラムしかないって言われて、この表なんやねん、ないんかいということで、まあね、そういうのベトナムあるあるっちゃあるあるかな。はい、あのこの130グラムと150グラム、まあこの中では一番最小と最大を見比べてみようかなと思って頼んでみました。ちなみにこちらの店舗はどうやら7区にもあるみたいですね。はい、届きました。わしよー、見て、見た目がすごい可愛い、映えてる。そしてこの土鍋みたいのがホカホカしてる。みっかにかに、みっかにかに。はい、というわけで、はい、早速いただこうと思いますが、こっちがちっちゃい方で、こっちが大きい方です。ぱっと見そんなに分かんないけど、まあ若干やっぱグラム数に差がありそうだなと思います。私は大きい方食べます。ではいただきます。ちなみにこのフィンガーボールも一緒に運ばれてきます。汚れたらこれで洗う、あ、飲んじゃダメだよという、ちゃんとね、説明最初にされました。ででーん、なんと、これはオブジェ。とりあえずまずスープから。優しい味、午前中に良い感じの味がします。カニの出汁がふわっと香る感じの、あ、美味しい。このチャーンも入ってますね。これは何のチャーンだろう。カニではない。カニのスープがちょっと染みてるからあれだけど、普通のチャーとちょっと違う、周りの皮みたいなのが分厚い感じの、ちょっとなんか塩気が強めのチャーですね。じゃあちょっと麺行く前にこの揚げたみたいなやつを食べようと思います。まあよくなんかさ、この辺におまけでついてたりとかして、ご自由にみたいなやつと多分同系統だと思うね。ご自由にだけどお金かかる。このパンみたいなのいらない。思ったよりも湿気てる。カシュってする。これなんかちょっと水分なくなるから一回どかそう。まず麺食べます。バンカンというのは知らない人のために説明しておくと、タピオカ麺ですね。はい、多分パッと見はね、うどんみたいな感じなんですが、ここ本当にザ・うどんみたいな感じの太さだね。うん、ここ食感もうどんっぽい。結構でも周りがちょっとプルッとしてて、なんかやっぱあのタピオカの独特の感じもいい感じに混ざってる。もうちょっと食べよう。もちもち、トゥルトゥルしてる、うん、美味しい。やっぱベトナムの麺の中でも
バンカンはちょっと他の麺とはちょっとやっぱ食感がだいぶ違うなっていう感じがします。ではカニに行きたいんだけど、これカニどうやって行く、どうやって行くが正解。そうなるよね。あ、でもそっか、柔らかいからあれハサミいらないんだ。うまい。あ、ちょっとトゲトゲしてるけど痛い。失敗した。なんでこっちに行っちゃうんだよ。いや、これを出したいがために3回ぐらいチャレンジしたけど全部失敗した。悲しい。やっぱでもカニ剥くの上手な人って一定数いるよね。私はもうこういう作業が本当に苦手だからほぼ失敗する。とりあえずもうちょっとうどん食べてお腹満たしてから面倒くさい作業はするわ。うどんじゃないや。バンカン。うどんに見える。今さとちゃんとおしゃべりしながら続き食べてたんですけど、一個すごい衝撃の怖いことが起こって、なんかカニ私全部剥き切ったんですよ。今ふと見たらなんか手にパクチーついて、いつからついてたのか分かんないんだけど全然気づいてなくて怖っ。怖っ。やばいよね。どういうこと。あ、取れちゃった。ビデオ的にはついててよかったんだけどな。そう、 あとねせっかくだからじゃあちょっとこの流れでこの海苔みたいなやつがあって、あとなんかいくつかあるんだけど、この唐辛子のやつもちょっと入れてみようかな。とろっとしてんだよね。辛そうだから味変にはいいかも。このスープ自体がもともと結構あっさりめの薄めのスープなので味変にはいいのかもって感じ。すっごい辛かった。やばいやばいやばい。喉焼けそう。この赤いやつはエビチリのチリソースみたいな感じの味がする。甘辛い。でこの海苔みたいなやつもちょっと入れてみよう。これにとって舐めてみる。なんだろう、初めて見た。やっぱ匂いはちょっと磯っぽい香りがする。辛い。どっちも辛い。辛い&辛い。でもそうだ、緑の方が癖弱めて、でも癖弱めって言ってもでも海苔っぽい感じ、癖あるやんって感じ。でもポロッとした感じ。あ、一緒に食べればね、一緒に食べれば、まあ、混ざっちゃった全部。うん、このスープと一緒に混ぜて食べると美味しい。当たり前だ。引き続きまだパンが硬いからちょっともうちょっと柔らかくなったらもう一回食べようと思います。結構ねパンはね最後まであんまりしみしみにはなってくれなかったです。あとねこのチャーカン、やっぱりなんかどうやらカニなんじゃないかなっていう疑惑が、というのもなんか途中でカニの薄い骨っぽいのが出てきて、でもあんまり味はよく分かんなかった。とにかくね結構しょっぱいのよこれ、まあ、味のアクセントにはちょうどいいのかなっていう感じで、まあ、最後ねカニの身をいっぱい取り出して最後カニ祭りになったんで、ごちそうさまでした。結構ねたっぷり入ってて食べ応えありました。あ、ちなみに途中硬いなと思ってパッと見たらこれあったので借りました。あのやっぱトゲトゲしたところとかは硬いからこれ借りた方がいいと思います。でフィンガーボールもあったけど結構手がね果てしなくベタベタになるので火を消してお食べください。ちなみにこのお店2階席もあるみたいで2階席も結構お客さん入ってます。前に食べたバンカンゲーのお店とまただいぶ違った味わいなので割と甘みが強いかな、こっちのお店の方が全体的に。なので甘みが強いのが好きな方はこっちを、まあでもサクッといけるのはこの間紹介した方が行きやすいかもしれないっていう
感じですね、はい、よかったらどっちの動画も見比べて三上の反応で三上はどっちが好きだったのかなというのを当ててみてくださいというわけで本日も三上奈美のベトナムランポご視聴いただきありがとうございました。最後はなみなみじゃんけんじゃんけんぽいそりゃチョキだよねということでまた会いましょう。バイバーイ。